はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。カワイの US50、 これはですね、カワイのシリーズの中でも名機中の名機と言われた US シリーズですね、グランド譜面台を持った大型ピアノ、高級ピアノですね。今新品で買えば100万軽く超えるモデルになりますが、見事です。設計が見事ですね。中古で、出たらすぐに売れていってしまうというね、人気モデルですが、黒のでっかい、ものです。運勢さんはこういうでっかいピアノも小さいピアノもどれ運んでも金額、重さでは関係ないので金額一緒なので嫌がります正直言って、昔ある運勢さんが言ってました。このピアノが来たらゾウさんが来た、ゾウさんが来たって言ってましたね。280キロぐらい、当時はですね、木材が結構分厚いので、最近のこのモデルはだいぶ軽くなってるんですが、この当時のは本当に重くてね、280キロ。ただね、日本の建築基準法では全く問題ない重さですよ。1平方メートルあたり何キロまでの荷重のものに対応する床を作らないといけないというね、建築基準法がありまして、もう全然ピアノ置いてあって、それで床が沈むような、家であれば基準法違反ということになりますから、そこはもう全く心配いりません。で、4箇所でね、足支えますからね、畳1枚分ぐらいですから全然問題ありません。で、なぜ、このグランド譜面台というか、譜面台が上についてる目の高さがグランドピアノと同じ位置にあるというね、こういうタイプと違って、これ下にあるでしょ、これここにある、下にあるこういうタイプと違って上についてるタイプですし、そしてこっから見るといいですか、この角度から見るとほら、グランドピアノとそっくりですね。こう見るとアップライトで後ろありませんが、こうやって見るとグランドピアノなんですよ。で、ここの位置が垂直です。普通アップライトはこう斜めになってますけどね、これが垂直になっていることは、この弾いた感じの感触がグランドピアノとそっくりなんです。で、指を弾いた時にチラチラと映るでしょ、ここに影が。これ、グランドピアノだけで体感できることで、で、ヤマハのこういうグランド譜面台のものは、これ多分河合が特許を取ってるん違うかな、これが斜めなんです。斜めになってスライドしてるタイプなので、ヤマハではありません。ヤマハにはこういうタイプないです。で、この蓋もグランドとそっくりで、ただ一つ欠点があるとしたらですね、ここに鉛筆を置くでしょ、コロッと中に入ってしまうんです。中にコロコロッと入ってしまって取れないと。まあ上にスッとスライドすれば取れるんですが、ちょっとコツがいるのでね、調理師さんに頼んで取ってもらったらいいんですが、ちょっとそれは欠点ですが、まあ、グランドピアノも同じです。物を置けばつるっと中に落ちてしまいますのでね。はい、この名機中の名機、カワイの US シリーズの、まあ、初期ですね、 US50。 この後 US55 っていうのが出て、その後に 63H、 それから US55K っていうのも出ましたね、そして US6LE とか、それから US6X、US7X、K70、71ね、それから何ですか、 K8 っていうね、もう名機につながっていくわけですが、よしてるでしょ、元カワイの社員ですからね。はい、全部覚えてます。こんな感じですね。それでは、傷はほとんどありませんね、汚れてるだけで傷はありません。じゃあどんな音がするのか、おそらくね、相当なパワーですよ。グランドピアノは買いたいけど置けない、でもやっぱりグランド並みのパワーが欲しいね、ちょっと激しい曲を弾いたりした時も、なってほしいっていう方はこれは超おすすめです。ちょっとドミソやってみます。ちょっとピッチ低いですね、音狂ってますが、このクリアでよく伸びる音、低音、久々に弾きました。チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番の最初の出だしのイントロシリーズですね。それとか、こんな音の狂ったピアノでようこんな弾くなと思いますが、まあ、そういう、
パワーのある曲を弾きたい方、ショパンの革命とかね、リストの、ね、ラ・カンパネラとか、まあ、ちょっとあのトリルがね、なかなかグランドに比べたら出にくいのはあります。そうや、思ったらこういう、こういう曲にも対応できる。音の幅に余裕があるんですね。ダイナミックレンジか優しい小さな、こういう優しいものはね、ものもあるし、大きなパワーのバーンとしたものもあるし、やっぱり弦が長いので余裕があるんですね。ですからそういう意味でも、そういう可愛らしい曲も激しい曲も全部対応できるという、まあ、アップライトピアノ、可愛いなアップライトピアノの最高峰のものですからね。その割には値段はあんまり高くないというね、ことです。狙い目だと思いますよ。特に可愛いは重低音がすごいのでね、響板が分厚く作ってあると聞いてますから、立ち上がりはヤマハのがスコーンと出るんですが、ブワーンというこの、ね、重低音は河合の方が私はいいと思ってますね。河合の US50、 話は長くなりましたが、皆さん私の動画でいろんな知識が身につくと思いますがね、参考にしてください。でうちの、ね、知識を参考にしてよその店で買ってもいいです。別にね、そんな執着ありませんから、お好きなところで買ってもらったらいいんですが、私から買いたいと言っていただけたらめちゃ喜びます。よろしくお願いします。それではさよなら。